まもなく相模大野、相模大野です。この電車は相模大野から全車両快速急行新宿行きになります。相模大野の次は町田に停まります。片瀬江ノ島方面はお乗り換えです。 This is a lovely experience. 何がいいかな。新宿。お、Next up is 町田の豆大福。僕の名前は青山ひろと。デザイナーである妻に買い物を頼まれて、僕は今町田にいる。町田か。大学卒業以来か。おいマキ、早く早く。待ってよひろと。どう？うん、すっげえ可愛い。彼女さんですか？ああ、いえ、まだ。どうしたの町田なんて。いや、なんかいろいろ変わってたから気になっちゃって。大学時代あれだけ都心を離れるのは嫌って言ってたのにね。俺も大人になったってことですよ。最近町田がファミリー層から注目されているんだってさ。子育てサポートも充実しているみたい。子供と遊べる場所もたくさんありそうね。今度の週末一緒に町田に行ってみない？懐かしいね、楽しそう。相変わらずにぎわってるわね。ここが町田？大きいね。だろう。パパとママはここでよく遊んでいたんだよ。確かこっちだったと思うけど。ああ、あったあった、子供センター。今日すっごい楽しかった。だろ。でももう一箇所行きたいところがあるんだ。え、そうなの？何があったっけ。わあ、ここお店がいっぱいある。駅名も変わった話題の街ね。うん、南町田グランベリーパークといって、駅、商業施設、公園が一体になってて、映画館やミュージアムなど230以上もあるお店で買い物も楽しめる新しい街に生まれ変わったんだ。出た、ヒロトの買い物好き。公園だって超綺麗で、スポーツも楽しめるんだよ。気持ちいいね、広くて。でも学生時代にあれだけ二人で遊んでたところに子供連れてきてるってなんだか不思議。あれからもう10年か。あの時はあの時で楽しかったけど、これはこれで悪くないよね。好きな街があるっていいなって思っちゃった。ねえ、なーに。明日も町田来たーい。おやっぱり子は親に似るみたいだな。そうね、どっちに似ててもそうなのかも。ここまで随分時間がかかった。見てるもの風景や街も変わった。こっち相変わらず間違ってばっか。大事なことは君から教わった。この先の見えない世界線を信じて今日もまた追いかけっこ。毎晩簡単なことでもだんだん感じてる幸せ、他にないアンサー。近づくほどまた広がる距離、憂鬱が顔を出す水曜のモーニング。今の黒だっていつかはまた時、笑って話せるようになるその時。何が大事かってことが分かってくる今このタイミング。新しい土地で始めるストーリー、今日からここがなる僕らのホームに。優しい風が吹き抜ける、背中押してくれるの感じて、新しい街で切るスタート。ここからで、ここでまた始めよう。
つもより高い空見て、時に迷いそうな夜もあるけど、新しい場所できるスタート、ここからでここでまた始まる。